皆さんこんにちは、フーディーボイです。以前こちらの動画で大阪にある超穴場のお寿司屋さんをいろんな価格帯で紹介しました。その中で予告した通り、今回はこちらの寿司割烹藤井さんの大将がすごすぎたので、僕からお願いしてなんと密着取材させてもらえることになりました。大将の藤井さんは魚屋さんで20年の経験があって、寿司も日本料理も長く経験されてきた達人級の人です。つまみは普通のお寿司屋さんのレベルを超越しています。また寿司の完成度も高く、使っている素材も最高級のものです。しかもそれを安く仕入れる秘訣もあって、かなり良心的な価格帯になっています。そんなすごいお寿司屋さんにもかかわらず、知る人ぞ知る超穴場のお店です。今回の動画では大将が具体的にどんなこだわりを持っていて、素材や調理がどれぐらいすごいのか、ノウハウを一切出し惜しみすることなく裏側を撮影させてもらいました。なので高級寿司が好きな人にはお店選びの参考にもなると思いますし、高級寿司にあまり行ったことがない人でもその凄さがわかる内容になっているので、ぜひ皆さん最後まで動画を見ていってください。それでは本編へどうぞ。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。藤井さんはオーナーさんなんですか？はい、はい、オーナーになります。こちら以外にも飲食店経営されてるんですね。はい、そうですね、はい。十数店舗ほど。もともとお魚屋さんとか卸をやられてて、はい、この高級寿司屋さんは初めてっていう形なんですか？はい、そうですね、はい。お魚の知識とか、はい、その辺の経験はもうすごく豊富っていうことで。はい、30年になるので、もうこの町ではもうみんなが知ってる魚ばかりですね、本当に。今回改めてこのお店やろうと思ったきっかけとか。はい、きっかけはですね、卸をしているのに一番高い魚は買えなかったんですよね。お値段に合わないので、一番高い魚を買える、使えるお店をしてみたいっていうのが一番の本心ですね。今までの長い経験の中で、はい、一番いいものを届ける業態をやられたいということですね。はい、はい、楽しみにしてます。ありがとうございます。じゃあ早速仕込みの方を密着させていただきます。はい、わかりました。よろしくお願いします。こちら 3.1 キロのマナガツオですね。これはもう昨日も仕込んでるマナガツオ西京漬けの焼きと、腹の方は炭で炙って握りで提供しています。はい、楽しみです。ありがとうございます。鱗って結構柔らかいんですか？柔らかいです。マナガツオの鱗は身も柔らかいですもんね。身も柔らかいですね。これぐらいのサイズ感のマナガツオって、はい、1年で何回見るとかあるんですか？今年入って7匹目ぐらいですね。3キロ超えるのは本当になかなかないですね。ちなみにその15店舗を全部合わせたら、はい、大体何匹ぐらい月で仕入れてるかあるんですか？月に1万5000人のお客さんがランチ食べに来てくれてるので、量としたらすごい量ですよね。今日使う部分はここだけで、こっちはまた熟成をかけていきますね。マナガツオって熟成すると旨味って伸びるものなんですか？はい、伸びます、伸びます。なので単純に生で使うことはない魚ですね。味噌漬けにしたりとか、塩を当てて炙って握りに提供したりとか。それこそタイなんてもう何万匹もさばいてきたって感じですよね、ご自身で。そうですね、タイはこのお店に関してはもう 1.5 キロ前後の明石の泳ぎのタイなんですけれども、千葉の方でギリギリまでいけすに泳がしといてもらって、普通千葉では天然のタイって朝の5時6時7時とかに閉めるんですけれども、これは卸ししてる特権で11時ぐらいに締めていただいて、ちょうど6時、7時のお客さんの時にアミノ酸の数値がと、この食感が一番いいような計算されてる、計算、はい、してもらってるので、なんでこれはお寿司では使わないですね。それぐらいの11時から6時間とか経ったぐらいの時間がちょうど、はい、そうですね、食感のポリポリが、食感と旨味が出てき始めてると言いますか。これはもう3枚おろして、はい、どうしても握りで使う時には塩を打ってちょっと乾燥させて使うときはありますけど、これはお作りで今日召し上がっていただくので。塩締めとかはしないんですか？塩締めは基本的にはしないです。お寿司で提供するときがあれば塩締め、昆布締めは。それはお寿司で出されるときはこうちょっと柔らかくしてシャリとの一体感が出るように、そういうことされるってことですね。これは天然の塩味ですね。漁師さん
渦巻き処理っていうんですけれども、よく言う神経締めをしてもらって、直送で送ってもらってる魚なんで、これは市場を通さず買ってるお魚になりますね。どっかで聞いたんですけど、はい、シマアジってもう9割ぐらいが養殖のものしか出回ってないんですか？9割、95% ぐらいじゃないですかね。じゃあやっぱり天然のシマアジはかなり希少ってことですか？そうですね。養殖は油があるんですけれども、独特の餌の香りがしてしまうので、うちの会社、グループ全体は、よっぽどことがない限り天然のお魚だけ商売させていただいているんですけれども、もちろんその養殖が悪いなんてことは一切ないんですけれどもね。こういったいい素材を仕入れて出すっていうお店としては、はい、その素材の香りみたいなのを楽しんでもらうために天然の方がいいだろうっていうことなんですか？そうですね。はい、どうでしょう。これ次はノドグロですか？これ産地はどこですか？今日はあの紅ひとみって九州の方ですね。これノドグロってそこの内側が黒いからノドグロって言うんでしたっけ、はい、そうですね、はい、これは今日はどうやって提供される予定ですか？2種類お出しするんですけれども、焼いて手巻き寿司と、今日は白味噌で純菜のお椀なんですけれども、ノドグロを焼いて鹿製の枝豆の使った生麩、ずんだ麩を作っているので、それと汁味噌と純菜とのどぐろを合わせたお椀で提供させていただきます。うわ、大きい。これって大きさ的には一般で言うとどれぐらいですか？大きい方なんですか？それとも普通ぐらいですか？普通よりちょっと大きいぐらいですね。平貝とかも言ったりしますけど、はい、関西だと平貝っていうんですか？平貝って言いますね。貝柱は大きいですね。大きいですね。紐とか内臓の部分は食べれないんですか？はい、紐の部分は食べれるので、まかないとかで食べますね。火を入れてまかない飯です。はい。貝らぎは下処理としてはどんなことされるんですか？塩水に10分ほどつけて、甘みを出すために1分だけ茹でます。こういうのをされてない。店さんの方が多いと思うんですが、なんか外側だけ火入れするみたいなイメージなんですか？はい、中はもう全然レアで、はい、握りで使う場合はです、ね、焼きとかであればその処理は必要はないと思うんですけれども。ハマグリですか？はい、これ煮ハマグリ。ここから煮るんですか？もう煮てます。あ、煮てます。はい、岩もずく、はい、の一番高級なやつです。どこのですか？これは岩手なんですけど。それはカツオ節ですか？これはね、マグロの節ですね。そんなに入れてえぐみとか出ないんですか？出ないんですよ。全部血合いを取ってマグロ節にしていただいているので。マグロ節にこだわる理由は何かあるんですか？だしの酸味ですね。酸味が欲しいので、昆布も北海道の天然の昆布。この昆布は塩茹でした後の平らぎですか？はい、そうです。結構火が入ってるように見えるんですけど、はい、ただもう外側だけ火が入ってる。外側だけ、そうですね。灰にして使いますので、余った身の部分をほぐし身で灰飯とかにするみたいな。そうですね、中骨とか頭部で。これは血とかをきれいに落としていく作業ですか？はい。これマグロはこの後柵取りしていく感じですか？はい、柵取りです。これはニュージーランドの天然の南マグロですね。境港の本マグロもご用意してるんで、あえて食べ比べをしてもらおうっていう感じなんですか？はい、こっちはもう若々しいので、天然の、そっちはもう15日蓄積してるんで、フレッシュな酸味を。そうです、そうです。はい、でも脂も乗ってる感じですね。はい、中トロ？中トロですね、はい。これはマグロで、はい、14日熟成ですか？はい。そこはもう大トロですか？うん、そこは中トロですね。冷凍はしない主義ですか？冷凍はしない主義ではないんですけど、水
誤差というのは出てしまいますので、どうかじゃあフォロー、本マグロの方は豊洲じゃなくて、はい、この地元の市場で、そうです、はい、綺麗ですね、はい、挨拶に行かないと売ってくれない日本で一番高いわさびです、農林水産大臣中金賞のこれもうちょっとあったぐらいで6万5千円ぐらいします。でもこれを知ってしまうと甘みと香りが全然違うんでもう戻れないんです。これやっぱり香りを大事にするために営業を開始する直前ぐらいに、ね、そうですね、粘りを出すためによく混ぜて。粘りですか。はい、よく混ぜると粘りがちょっと増えるらしいです。せっかくなのでお話聞かせていただければなと思いますけど、はいはい、大阪で高級寿司やるにあたって結構難しいなと思ってて、うん、今大阪にもその江戸前寿司みたいなのができてきてると思うんですけど、うん、はいはいはい、一方で大阪の方々に馴染みのあるお寿司って今流行ってきてる江戸前寿司とはちょっと違うと思うんですけど、はい、なんかその辺のバランスとかこのお店の方向性とかってどんな風に考えてらっしゃるんですか。もともとね、江戸前寿司の概念っていうのが昔と変わってきてるとは思うんですけれども、昔は東京湾で取れるものを使ってお寿司を握るっていうのが主流やったんですけれども、大阪寿司っていう文化になってしまうと箱寿司の文化が大阪寿司って言われているんですけれども、地産地消を区別されたら大阪湾で取れるものが大阪の寿司かって言われたらそれもまた違うところがありまして、大阪の人たちっていうのはやっぱり商人の町なので、あのスピード感も重視されるので、コースでお酒を飲みながらずっと3時間食べるというよりかは1時間ぐらいで寿司だけつまむっていう文化と、あとは鮮度熟成というよりかは鮮度を重視されるお客様の方が多いので、熟成した方が美味しいものと鮮度感がいいものとっていうのはお客様の趣向に合わせて仕込みをしていかないと難しいのだろうなっていうところは考えていますね。じゃあお店だといわゆる江戸前の技術みたいなところで熟成も取り入れながら、はい、大阪の人が好きなコリコリのこう新鮮なお魚も使って、はい、その組み合わせっていう感じなんですか、はい、そうですね。シャリとしてはどうですか。シャリとしては大阪の方が受ける甘さ、九州と四国のシャリが一番甘いんですけれども、それの中間ぐらい、江戸前と大阪の甘さの中間ぐらいですかね、やや甘いぐらいのシャリ で赤酢は3割ほど出してくれてるって感じなんですけども、ある意味東京の人も好きですし、はい、大阪の人も好きなシャリになってるっていいとこ取りみたいな。そうですね。なのでまあ新大阪の駅が近いので観光客の方もたくさんいらっしゃるので、こちらにも対応できるようなシャリにしているつもりですね。過度に甘くなく過度に塩辛くなく、はい、こちらのお店ならではのこだわりって何になるんですか。魚自体を仕入れる量が絶対数が多いので、例えばですけれども今日にしたら長津にしても40匹50匹とかノドグロにしても50匹60匹買う中で、その中が一番いいのを選んでこっちに連れてこれるのでっていうのが一番この店のこだわりといいますかね、そういう部分が一番いいんじゃないかなとは思っているんですけどね、はい、それだけお魚を仕入れてらっしゃると、はい、ボロシさんとか漁師さんに対して、はいはい、これは今日のこれは良かったとか、はい、フィードバックがあると思うんで、はい、それでこう信頼関係といいますか、はい、この人にはいいものが来た時はちゃんといいものをおろそうっていうふうに考えてくれるようになるんですかね、はいはい、そうですね。もう本当に従業員の方と一緒なんですけれども、やっぱり良かった時に良かったよってお客さんも喜んでくれてたよって褒めてあげるっていうことがすごい重要かなって、信頼関係作るにはやっぱりね、魚屋さんもお客さん喜んでましたありがとうございましたって言ったら嬉しいはずですもんね。まだここに美味しい魚届けたいなって思ってくれるはずなので、はい、っていうことですかね。お魚を使った料理屋さんを何店舗もやってらっしゃる藤井さんのグループならではの、そこでしかできない技ですね、はいはいはい、そういったではありがとうございます。楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。はい、それでは調理をお願いします。おはようございます。はい、ガミさんから一言お願いします。はい、本日は日程内でご用意いただいております。場所はその都度僕が指示しますけれども、よろしくお願いいたします。はい、はい、あと昨日の反省と課題は何かありますか。そうですね、やってお願いします、はい、その辺も、ね、気をつけて今日はよろしくお願いします。はい、はいはい、それでは本日の人事よろしくお願いします。お願いします。はい。
うどん茶ね。うどん茶ね。はい、かしこまりました。生とうどん茶お願いします。はい、入り酒とお醤油お願いします。ここはもともとうちの会社の、ね、食堂やったんですよ。そうなんで、ここに食券機があって、中が調理場で、クローズキッチンで、砂親ご飯ティーっていうので、割とここ20席あったんです。1日200人ぐらい来てたんですけれどもね。そうそう、お茶粉に入っておりますのから、岩もずく、坊主殺しというの方は、八尾の枝豆、本日の茹で汁でございます。では、早速振り返り。またとゲストのお湯、上に使っておりますのは、からし酢味噌となっております。からし、多めですので、ちょっと辛くなっております。では、茹でたての車エビでございます。天草の天然車エビなので、塩茹でにしてますので、すなわち絞ってお召し上がりください。さいまきとは思えない大きさというか。そうです、もうそれはさっきと違うんで。なんかスパッツで美味しいですね。はい、次のあれに備えておかみさんおすすめの日本酒を、はい、おすすめの日本酒、はい、ピッカルでですいません、さっきのタイですね。でお醤油と煎り酒、梅干しのお酒を煮詰めたものですね。古代の醤油ですね。3切れあるので一切れ一切れ食べてもらって、最後はお好きな方で召し上がってください。どうぞ。はい、ムチムチですね。ムチムチですね。本当にね、これがやっぱり大阪の年配の方が好まれるタイですね。コリコリまではいかずっていう感じですね。ムチムチで旨味もありますね。はい、醤油でもそんな甘くないですね。そうですね、ちょっとだけ甘いんですよ。大西が隠したマグロの山かけですけれども、山と芋にお出汁と味噌と醤油で味付けしてますので、よく混ぜてお召し上がりくださいませ。上にかかっているのが青すじのりっていう青さのりの種類ですね。すごいいい香りだ。山かけのマグロはさっきの南マグロ、南マグロ、中トロの部分ですね。はい、酸味が控えめですよね。はい、そうですね。はい、もうたとこそ大阪前の師匠で、うちの師匠が今も80歳なんですけれども、その人が15から働いてた超老舗のお寿司屋さんの100年前の入り方と一緒ですね。100年前の仕込み中、仕込みと一緒ですね。はい、で噛めば噛むほどタコの味なんで、これ何もつけずに召し上がってみてください。これはちょっと柔らかく炊いただけですね。おでんのように大根とタコには福井の地からしをつけているだけだなと召し上がってください。外側の部分がプルプルですね。新レンコンと新生姜、自家製のカレーですね。ちょっと甘みが抑えているつもりなんですけど、これも天然の島味ですね。腹の方になりますので、上に当たりネギですね。生姜と浅漬けをすり鉢ですりおろしたものですね。そのまま召し上げてください。どうぞ。はい、どうぞ。赤パイです。白い粒が見えるんですけど、白い粒が出てるのが甘くて美味しいんですよ。じゃあこのままでもちょっと食べてもらえますか。お醤油も和紙で、さっきのわさびとウニを乾燥させてすり鉢で吸った自家製のウニ塩をちょっと食べてますので、糖度 16% 以上超えのごぼうなんですよ。食べたら、え、こんなごぼう、うん、あの千切の真ん中のマンダルぐらいなんで、これを多分一生に何回食べれるか食べれないけど、もう出会わないかもわからないんで、ゆっくり味わっていってください。皮の部分と芯の部分と揚げてる、はい、すごい軽やかです。軽やか、はい、柔らかいんですけど筋肉質な感じもあって、そうですね、うん、この味噌漬けはもう何月でしかね出せない、そんな味が今日はちょっと固めにしてます。ジューシー感があえてなくしてると言いますか、肝も外して食感の方がどっちかやったらジューシーさせていただいてるような感じですね。ノドグロのお塩ですね。ノドグロの塩ですか。ノドグロをパリパリに焼いてすり鉢で吸っていますね。ノドグロバーガーですね。すごい、まあまあよく、バランスが出てくる。うまみがめちゃくちゃ強いです。あ、
肌とかって、やっぱ酸っぱいみたいなイメージ持ってる人もいると思うんですよね。食べてほしいですね、そういう人には。たぶん、人参用にすだちです、今回。顔は何か検査機器です。検査機器。大阪の人は、もう、権威か、権威か、権威かって言われて、大なぎらいで、そべ焼きにしてますので。うわ、食感も本当素晴らしいですね。楽しいですね。酒と水だけで5時間ぐらいですね。はい、失礼します。お醤油かかってます。混ぜるのか混ぜないかは非常に悩ましいところですね。これはね、本当に。とどくろと枝豆の生麩の白味噌と純菜仕立てのもの。めっちゃ炭のいい香りしますね。はい。うわ。まだかつ。これはすごい。面白いですね。面白い。まだですね、白身にかけ方から白が出てるんですけれども、こっちは、巻き寿司に使うようなだし巻き卵ですね。こちらは車エビを練り込んだ卵で、これぐらいだったんですけど、これ一面の卵にさっきの車エビ23匹分入ってます。それをすり鉢ですって1時間かけて、そっからこれ焼くのに2時間かかりますんで、スタートしてから3時間半かかります。でも正直これはまあ嘘つきたくないんで、週に2回か3回焼くので、次の日とかになっても味凝縮して全然美味しいので。砂糖はあまり使ってないですよね。そうなんですよ。はい。自然な甘さで。そうなんです。だし巻きもめっちゃ美味しい。香ばしさがすごい。すごい。処女卵なんで、鶏が生まれてから、卵を産み出してから、10個目までしか卵が出ないので、こうですね。かわいい。シャリのもっちり感がすごい伝わる。ピーチパインの卵、サクランボでございますね。これまたすごいフルーツなんですよ。それはね、ピーチパインとサクランボがね、サクランボ農家さんがいらっしゃるので、その方から送ってもらう。美味しいサブロです。今日はありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。またお願いします。はい、こちらこそ。最高でした。ありがとうございます。